株式会社サンマルクホールディングスと真庭市の連携協定締結式が18日サンマルクホールディングスの藤川祐樹社長や太田昇市長らが出席して市役所本庁舎で行われました協定は国内需要のおよそ9割近くを輸入に頼りながら海外の紛争といった課題を抱えている小麦の調達を 安定的で持続可能なものにするための第一歩としてヒルゼン地域にレストランを出店しているサンマルクと農業振興に力を入れるマニワ市の利益が一致することから結ばれることになりましたサンマルクは今後市内に農地を手に入れて小麦を生産するほか市内で生産される小麦を仕入れさらに農家と技術的な連携を行い 市はそれを支援します。 海外から食材を、原材料をですね輸入しているということもありまして、非常にここ最近、為替ですとか、そういった問題から、原価が上がってきたという状況がありました、その中で、やはり今後、長期的に見て、この課題を解決していく場合には、やはり国産のものを調達していくべきだろうと、少しでも国産での調達をすることによって、原材料調達リスクを下げていくというような目標があります。非常ににマニュアルス様とととしても協力的に取りり組んでいいただけるということがありました 今回はニュアス様との協定を締結させていただきました。まあ、一つは我々の原価の問題もありますしもう一つはそういった日本における食料自給率の低下に対して何らかのこう向上するような一旦なればいいかなというふうに思ってます。 食料なりです、ね、エネルギーの自給率を上げていくです、ね、そういうことを目指してきたわけで,で今後、具体的にサンマルクさんが自社の製品の小麦,小麦をです、ね、あの国内産、マニワさんにしたいという、まあ、これが初めての協定ですので,です、ね、それができたことは本当に嬉しく思っています。 小麦はね単価は安いですけどもしかしあの米に比べて作りやすいとかそれから二毛作米と小麦の二毛作昔はやってたんですよねでそれもできるとかですねさまざまなメリットがありますそういうことであの工夫ができるしマニマの農地が有効に使うことになるというふうに思ってます。 サンマルクホールディングスは1年目には自社の農場15ヘクタールで小麦を生産し2500万円10年後には連携する農家と合わせて300ヘクタールで生産し全体で5億5000万円の売り上げを目指します。